はいどうも、白コリです。コンコリ。今回プレイするタイトルは、バックトゥーザダウン、ブレイクザアニマルプリズンのデモ版。動物の囚人となり、過酷な刑務所からの脱出を試みる RPG です。真実を語った報道のせいで投獄されてしまった正義の記者トーマス。21日後に脱獄するか、終焉を迎えるか、獄中でうまく立ち回り、真相を突き止め、己の無実を証明しよう。模範囚になるか、破壊の限りを尽くすか、選択はプレイヤー次第。賄賂、騙し合い、盗み、何でもありの脱獄ルート。複雑に絡み合う手がかりから活路を見出せ。可愛らしいドット絵で描かれる個性豊かな動物たちとの交流も楽しみです。それでは早速プレイしていきましょう。はい、バックトゥーザダウン、ブレイクザアニマルプリズン。こちらの体験版を遊んでいきます。起動した時から日本語に対応しておりました。オプションからも選べますね。はい、最初からニューゲームでやっていきましょう。これね、誰になりますか。主人公が選べるっぽいんですよね。最大3人いるのかな、逃亡中ってなってる。で、ストアページに書かれていたのは狐のトーマスですね。キツツキテレビ局の記者トーマス。とある報道で街の闇に巻き込まれた。ステータスが決まってるっぽいですね。で、パンサーボブ、刑事ボブ、とある極秘任務のため犯罪者として刑務所に潜んでいる。こちらは知らなかったですね。選べるんだ、主人公。全体的にパンサーボブの方が能力は高い。まあでも、ね、ストアページに書いてあった通りの狐のトーマスを選んでみようかなと思います。そして経歴を選ぶ。あ、記者って書かれてたけど、記者の中でもテレビ記者、覆面記者、従軍記者っていうのが選べるみたいですね。それぞれ初期スキルや特徴でメリットがある。覆面記者でやってみましょうかね。道具をいろいろ使えそうなのを楽しみかも。スタート。弱肉強食がこの街のルールだというなら、我々と森の野獣に違いなんてないさ。ふむ。折り紙の絵。視聴者の皆様、私たちが今いる場所はスキットロードに位置する榊化学工場の隣のレームレック川です。あ、すごい、コミックっぽくなってる。見ての通り、川の水が紫になっており、刺激臭が漂っています。ひどいありさまですね。これ草が枯れちゃってるのかな？川岸に住む住人にインタビューして、彼の意見を聞いてみましょう。これ主人公ですよね。テレビにも出てる。意見だと？このクソ化学工場ができて2年も経っていないのに、周りはこのありさまだ。あの心ない野郎どもがきっと夜、汚水をこっそり川に排出したに違いない。今じゃ生きている魚もいないぞ。これはひどい。クソが、この匂いを嗅いでみろよ。子供たちはみんな病気になって、咳が止まらなくて、ジンマシンも出ているんだ。政府にクレームを入れてみましたか？環境局だったり、あるいは市役所だったり。ああ、したさ。しかし、何の役にも立たなかった。こいつら責任の押し付け合いばっかしやがって。市長の甥がこの化学工場の株主だって話を聞いたんだ。あいつら、裏で通じてるんだよ。市長とこの化学工場が、なるほど。俺たちスキットロードの貧乏人の命なんて、あいつらからしたら何の価値もないんだよ。こういう闇を暴いてるんですね。果たしてここの惨状は違法な汚水、そして政府が見て見ぬふりしている原因は市長の利益にあるのか、これからも注目していきますので、次回の情報にご期待ください。キツツキテレビ記者、キツネのトーマスによる現地報告でした。アンジェロ、素晴らしい取材だったね。大物記者だの。ここへ誘ったのは、僕と録画を鑑賞するためだけではないと思うがね。先活主任殿。いいだろう。お互い忙しい皆、単刀直入に話すとしよう。知っての通り、現市長の任期はもうすぐ満了し、4年に一度の市長選が始まる。市長様は再選を狙っておいでだ。それで、このアンジェロが
その先轄主任を任されたわけだ。イレイザーの異名を持つあなたに協力を求めるとは、市長もよほど焦っているようだ。これは市長側の人なんですね。ここはカフェか。いいですね。カフェのマスターっぽい方。ドット絵が何よりいいですよね。ストアページで見てめっちゃ気になってたんですよね。動物主人公ですし。はい。市長は焦ってる。イレイザー？ああ、そんなものは言われのない抽象さ。私は真っ当な社会活動家なのだよ。さて、話を戻そう。まず、その工場の株主の中に、確かに市長の身内も入っている。だが、この件について市長は何も知らないし、便宜を図ったなどという事実は一切存在しない。選挙に不利になるからやめろってこと？けど、君の報道を見た善良な市民は、ある種の誤解を抱いてしまうかもしれない。そこでだ、君にはこれ以上の報道を控えてもらいたい。誤解を広めないようにな。圧力だ！来たね。あ、選択肢選べるんですね。僕はただ真相を明らかにするまでだ。残念だけど、それが仕事なんでね。僕はただ真相を明らかにするまでだ。ほう、さすがは大物記者殿。その仕事への熱意は感服に値するよ。だが、仕事は人生のすべてではない。もっと大事なものがあるんじゃないか？何が言いたい？君は未だに安アパートに住んでいるようだね。しかも、つい最近、恋人とも別れたそうじゃないか。調べられている。それに、仲のいい友達といえば、弁護士をしている同級生くらいのものだろう？たびたび過激な報道で面倒事を起こしている君を助けてくれたのも、いつも彼だったね。ああ、僕のことをよくお調べになったようだ。新聞記者の素質が終わりのようだ。素質が終わりのようですね。とんでもない。前置きが長くなったが、私が言いたいのは、お互い厳しい立場にあるわけだから、協力し合おうじゃないか。脅しですよね。ナックルス、ケースの中身をお見せしろ。金か？札束か？それは、僕を買収しようとでも？おっと、勘違いしないでいただきたい。私はただ、君を市長応援団の広報係長にスカウトしようと思ってね。このお金はその謝礼に過ぎないのだよ。それだけの才能があるのに、テレビ局で記者などしていては、あまりにもったいないではないか。悪くない提案だとは思うのだがね。こちらの味方になるか、それともお互いに得のない報道を続けるか、すべて君の決断次第だ。君は賢い狐だから、賢明な判断を期待しているよ。断る、お金を受け取る。いやー、でも、ここは断るでしょう。ねえ、ここまで報道しといて、急に市長の味方しちゃうの。断る。その金はしまっておいていただきたい。僕にはそんな手は通用しないから。はあ、心よい返事が聞けなくて残念だよ。あくまで我が道を行くというのなら仕方ないね。イレイザーがついに正体を現すのか？僕を買収できなかったからって、今度は脅迫するおつもりか？僕のことも、そのうち消すおつもりかな？イレイザーってのはそういうことか。そんなまさか、君は汚染事件を報道したことで、今や注目の的だ。そんな君が急に消えたら、それこそ困ってしまうよ。世論というものは、邪推が大好きだからね。そう言っていただけて嬉しい限りだ。では、他にご用がなければ失礼させてもらおう。あ、そうだ。続報はもうすぐお届けできるはずだから、どうぞお楽しみに。そちらこそ、道中お気をつけて、良い一日を。道中お気をつけてって絶対やばいやつじゃん。くく、バカなやつだ。素直に金を受け取れば良いものを。何してくるの？主人公の目つきがすごく悪くて。
いいな。はあ、警察？ノルマン。俺はこのエリアを担当しているノルマン巡査部長だ。これはあなたの車か？はい。それが何か？この車には違法な薬物が入っているとの匿名通報が届いている。車内検査にご協力願おう。そういう手で来たんだ。まあ、なんか入れてあるんでしょうね、もう。なんだって。カイル、お前は運転席を。それからエリック、いい加減その重たい尻を動かせ。お前はトランクの中を改めろ。そんなはずはありません。何かの間違いです。間違いかどうかはこちらが調べることだ。そこでおとなしく待っているように。ん？部長、見つかりました。こいつ、やはり隠してましたよ。なかなかの上物のようです。マジか。待ってください。そんなものは知りません。これは罠です。さっきカフェで会っていた。さっきカフェで会ってた。わめいても無駄だ。言い訳なら警察署で聞いてやる。マジか。こんな風に逮捕されちゃうのか。今日は実に素晴らしい日だ。もう一杯いただくとしようか。こういうこと、有名記者投獄される。本日、キツツキテレビの有名なニュース記者、キツネのトーマスは、違法ドラッグを所持していた罪で3年の懲役及び5万の罰金を言い渡された。服役場所は、ボールダートン刑務所である。さらに、関係者からの情報によると、彼はインタビューを受けた人への賄賂や、偽のニュースでっち上げなど、複数の違法行為に関連している可能性があるとのこと。市民からは、彼にはがっかりだ。彼のニュースを信じないことにする、との声が上がっている。これはやばいですね。連日にわたって調査の進められた、レームレッグ川汚染事件の真相がついに明らかになった。市役所と環境局から派遣された調査チームによると、事故の原因は酔っ払いの臨時作業員が誤って化学原料を排水口に入れてしまい、軽微な汚染をもたらしたのこと。あれ絶対軽微じゃなかったですよね。現在、当作業員はすでに解雇されている。同時に調査チームは榊化学工場に汚染処理をするための専門資金を要求した。これで市民の皆様に清らかな川を返すことに尽力するとのこと。うまいことやりましたね。ボールダートン刑務所 A エリア廊下、市長選まであと21日。これまでに脱出したいってことか。刑務所から。お、すごい。いろんな動物たちがおる。パンダいかちいな。休め、気をつけ。よく聞け、新入り。貴様は今から受刑者、1220番だ。ここの隊長である、このブルース様の言葉には、絶対服従するように。わかったか。怖そう。まあ、ここはおとなしくね、わかった。大きな声で答えろ。腹でも空かせてんのか。はい、わかりました。結構だ。それならとっとと3号室に行け。ぐずぐずすんな。はい、3号室。あ、これちょっと見張られてるから他の、すいません。ここだ、ニュービー。ここが貴様のお家だ。中に入る前にこれだけは覚えておけ。8時になったらロビーで点呼を取るから、くれぐれも遅刻しないように。以上だ。今すぐ俺の前から消え失せろ。はーい。同室はお馬さんかな？ふう、ここの刑務官は厳しそうだな。まあ、今愚痴っても仕方ないか。判決が出てからリード。弁護士とはもう1週間も会っていないな。上訴の件はどうなっているだろう。早く連絡を取らないと。なんか考えてる絵文字。ここの受刑者に聞けば知りたいことを答えてもらえるはずだ。ああ、クエスト開始。正義の代価。うん。市長が関与していると思われる化学工場の汚染排出規制違反事件を報道したせいで冤罪をかけられ、厳重な警備を施されているボールダートン刑務所に収監された。判決はすでに下されたが、親友である弁護士、
レッサーパンダのリードは諦めずに上手を試みている。できるだけ早く彼と連絡を取り、これからの行動計画について話し合う必要がある。このまま罪を着せられてたまるか。なるほどね。レッサーパンダなんだ、リードさんって。いいですね。で、とりあえずルームメイトに外部との連絡手段を尋ねると、お馬さん、サム、こんにちは。僕はトーマス、あなたの新しいルームメイトだ。ああ、どうも。さっき彼女からの手紙を読んでたから気づかなくて。僕はサム、あだ名はボルト。ここに入る前は車の修理技師をしていたんだ。だからボルト。僕は記者だ。テレビ局に勤めてた。これどう変わるんでしょうね。僕は記者だ。あは、道理で見覚えのある顔だと思ったよ。君の番組を見たことがあるかもしれないね。外部との連絡手段を尋ねる。サム、外と連絡を取る方法はないか？弁護士と連絡を取りたいんだ。もちろんあるよ。ここは現代的な刑務所だからね。僕と同じように手紙を書いて出すこともできるし、でもそれは中身見られちゃいますよね。急ぎならロビーに公衆電話も設置されている。点呼が終わったら行ってみるといいよ。ただあそこはよく並んでるからね。電話か。電話ができるんだな。これはいい知らせだな。点呼の後に行ってみよう。おーい、点呼8時って言ってましたね。これは作業台。この机、僕よりも年季がありそうだ。こんなところでは文句も言ってられないか。簡易的な作業台として使えるかもしれない。これはロッカーが一つあるな。これで個人用のスペースは確保できる。金製品、刑務所のルールは厳しい。危険だと思われるものは違法値が高くなる。一般棚、一般棚には違法値が2ポイント以下のアイテムしか入れられない。超えたらアウト。隠し棚、しかし心配無用だ。ロッカーや部屋の隅には気づかれにくい秘密のスペースがある。秘密のスペースなら違法値関係なしにアイテムを保存できる。なるほど。作成する、あ、布切れ、解錠ツール、マスク、アルコールランプ、はあはあ、折り紙ってなんだろうね。作っちゃおう。何に使うの、折り紙って。体力を消費、はあはあ、体力と心境値、30未満になると心境不良状態に陥る。健康値が30未満になると体調不良。なるほど。もうすぐ点呼タイムですね。あ、出られない。出られる。点呼の時間？あ、みんな一斉に向かってますね。なんとか間に合ったようだ。よかった。気をつけ。来た来た。全員おとなしくしてろよ。これより点呼を始める。人数を数えながら、1、2、3、総員47、現在人員44名、3名欠席しています。2名は医務室、1人は独房にいます。以上。聞け、今日は月始めだ。つまり新しいバカ者が貴様らに加わる日だ。言っとくが、くれぐれも出しゃばった真似をしようとは思わないことだ。ここは俺の縄張りだ。思い上がったバカどもにくれてやる慈悲はない。さて、いよいよ本題に入るから、新入りどもは耳をかっぽじいてよく聞いておけ。本日のお知らせ、はい。いつもフラフラしている貴様らが自活できるように、刑務所は貴様らに仕事を提供している。今、洗濯室の仕事にはまだ空きがあるから、新しく入った受刑者がもし金を稼ぎたければ、俺のところに来て申請するように。いいか、仕事をより好みするな。貴様がやらなくても、やりたい奴はいくらでもいる。お金は欲しいですね。洗濯室。はい。給料を上げてくれ。キッチンに行きたい。つまみ食いできそう。黙れ。貴様らの愚痴など聞いている暇はない。解散。はい。朝礼でした。刑務所の仕事か。確かに収入は必要だな。ポケットにはもはや小銭しか残ってないや。
だが今はリードに電話するのが先。僕の連絡を待っているはずだから。じゃあ電話あ、これ電話、ここで待てばいいのかな。ルドルフ、鹿さんですね。俺がどれだけ待ったと思ってるんだ。俺の台本本当に監督に見せたのか。まだ終わんない。相手は電話中だ。立ち去るよう説得。お金で立ち去らせる。まずは説得。どうですか。いや、ちょっと急ぎの用があるんだけど、代わってもらえないか。どうですか。失敗。構わず電話をしてる。ダメだ、全然話を聞いてくれない。あ、もうお金しかないんですね。私今、やり直せたのに、こっちクリックしちゃったから。お金使うしかないですね。持ってるお金、これか、今50持ってる。いや、ちょっと急ぎの用があるんだけど、代わってもらえないか？お金を出しながら。いいよ、ちょうど話が終わったしな。どうも、やっと使える。さて、電話をかけよう。はあ。番号を入力。システム接続中。こんにちは、受刑者1220番。本日はあと2回ご利用いただけます。通話料金は1回につき10ドル。初回利用時はアカウント管理料として90ドル。そんなのあんの？何それ、お金ないけど。やっぱりそう簡単にはいかないか。ここは思った以上に厳しい場所のようだ。お金ないですね。なるべく早くこの100ドルを手に入れなければ。じゃあバイトだバイト。金儲けタイム。仕事でも他の方法ででも。他の方法ってのは盗んだりできるってことですかね。仕事をするにはまず刑務官隊長であるブルースに申請を出す必要がある。まあ普通にバイトしたいな。この方ですね、ブルース。休め、気をつけ。要件を聞こうか。仕事について。なんだ、仕事が欲しいのか。結構だ。貴様ら受刑者には勤勉さが必要だからな。それに貴様に朗報だ。今なら選択室での仕事は評価点なしで申請できる。評価点ってのがあるんだ。貴様のような新入りへの特殊措置だ。分かったならさっさとこの紙を記入しろ。はい、申請。はあ。あ、他のバイトもあるんですね。で、評価点が高ければなんか良くしてもらえるんだ。自分に有利な風にできる。で、洗濯室の仕事にお願いします。申請が承認された。これからは洗濯室で働くんだな。ニュービー、この仕事はいいぞ。きっと気に入るはずだ。それでどこへ行けばいいんですか。簡単なことだ。あそこに金網ゲートがあるだろ。昼飯の前にそこから出れば廊下の向こう側にいる看守が仕事場まで連れて行ってくれる。くれぐれも変な気を起こすなよ。作業エリアは監視塔のスナイパーが見張ってる。スナイパー怖い。貴様だって頭をぶち抜かれたくないよな。それはそう。時間が経過していくんですね。他のね、動物たちにも話しかけたい。そこから動かないでくれ、ゲロ。知り合う、知り合いたい。おい、俺に近づかない方がいいぞ、ゲロ。なんで？この辺りはあなたの縄張りなのか？いや、あんたのために言ってるんだ。僕のため？この肌の色を見ろ。これがどういう意味かわかるか？普通にカエルじゃない？これには毒があるという意味だ。しかも猛毒が。毒なんかこの先使えそうですよね。もしあんたが怪我していたら、俺にちょっと触れただけで医務室行きだよ。そうなりゃそっちから触れてきたって、刑務官に説明しなきゃいけなくなるんだ、ゲロ。おっとっと、今あんたの鼻によだれを飛ばしちまったようだな。アマガエルのグレイと知り合いになりました。今後助けてくれる可能性があります。ね、この毒、使えそうですよね。あ、データ見れる。普通にいいやつそう。こっちは何話してるんですか？俺さ、
もし今ここでキンキンに冷えたビールをもらえるなら、そいつの代わりに独房に入ってやってもいいくらいだぜ。ガッハッハ、酒といえば故郷のウォッカほど効くやつはないと思うぞ。一口で極寒と灼熱の両方を味わえるからな。お酒の話してるんだ。ひそひそと、実はロッカーに少しだけ隠し持っている。今度味見させてやるよ。それは素晴らしいね、相棒。昔北のバーで飲んだことがあるけど、火がつくほどきついやつだろ。それで火炎瓶を作るやつもいるらしい。これ道具作れちゃいますね、ウォッカを手に入れれば。おい、声を抑えろバカ。ブルースの野郎に聞かれたらどうする。なるほど、こういう情報を聞けるんですね、話してると。ランチタイムの前に洗濯行かなきゃいけないんだけど、コアラさん。はい、ケビン、助けてくれないでしょ。借金を全部肩代わりしてやったら、いやでもどうだろうな、懲りないですよね。メンバーとかあれ、なんか派閥があったりするのかな。この人何これ。あ、アルパカ僕に話しかけてるの。うん、重度の薬物依存により精神が錯乱している。真っ昼間から幻覚を見るのも日常茶飯事で、よく現れるお友達は裸の妖精とロブスター騎士団。まあすごく全部と話したいけど、まあ洗濯しに行きましょうか。しょうがねえから。あれ、洗濯室の仕事に行く。作業エリアに行きたいのか。はい、労働許可はもう降りたので。うむ、労働許可証は確かにあるが、健康証明書。仕事をするには医務室での健康診断に合格する必要がある。ああ、わかりました。医務室に行く必要がある。向かいましょう。規則により新しく入所した者は医務室で一時検診を受けることになっている。今から行くか。行きます。チュートリアル、おめでとう。医務室に入れてよかったな。変な言い方だが、医務室は刑務所で一番過ごしやすい場所。ドアロック。これはデジタルロックだ。パスワードがないと開かない。パスワード、ここから話せないの。アリクイのフェルナンドと知り合いになりました。この人は助けてくれそう。お金払えばってことかな。たどり着けない。これか。あそこだったんだ。そこで通話できたのね。ピッ、繋がる音。こんにちは、本日のご用件は。健康診断に来ました。健康診断ね。じゃあ入ってきて。今ちょうど空いてるから。入れたわ。健康診断を受けた。はじめまして、ベスよ。記録をチェックしたけど、あなたここに来るのは初めてね。部屋には僕しかいないし。ちょっと立ち上がってみるか。パソコンは今はいじれないよね。あ、いじれた。うわ、机の上がめちゃくちゃだな。コンピューターを調べる。半分ちょいの確率か。お、成功した。やったね。このフォルダには何か入っているようだ。メールかな。これ、パスワードの話してますね。自分の誕生日。じゃ、この人の誕生日を聞き出せば入り込めるってこと。診療室のパスワードは自分の誕生日か。戻る。カルテも確認していいの。はい、症例が見れますね。怠け者のティム、慢性皮膚炎、伝染病はなし。この動物たちと仲良くなれば、この曜日に診療室、医務室で何かしてもらえるってことか。覚えておくといいことあるかも。患者なら定期的に医務室へ来れるのか。立ち去る。座っとく？そろそろね。座って待つ。用意はいいですか？お注射しますよ。腕に注射を受けた後、診療室を出た。これで、やっと洗濯ができる。退室を許可願います。戻ってきた。やっと洗濯室ですよ。はい、健康証明書も揃いました。ここが洗濯室か。
洗濯機の音が結構うるさいな。僕にできる仕事はないか見てみよう。まずはゴミ箱ですね。これは絶対ですね。でもあんまり時間使うともうお昼の時間になっちゃうから何もない。言い合ってるのとワニ、迫力ありますね。弱虫の匂い。立ち去る。知り合うってのがロックされてましたね。あ、黒ひょうさん。俺、あ、ボブってさ、プレイヤーキャラクターとして、選べたやつ。俺に何か用か。知り合いたい。集中力が足りない。そうだったか。じゃあ、洗濯するか。アイロンがけ。これが洗濯室での仕事のようだ。ちょっとぐらいお昼に遅れてもいいのかな。どうだろう。始めてみる。1着目はベスト。所要時間は9分だ。アイロンがけ、これミニゲーム的な？ちょうどぴったりの時間に止められるといいんだ。はい、9。9を目指す。2、3、4、5、6、7、8、9。ちょっと早かった。7分。やってくか。11。むー。うん、全部完成した。給金はいくらもらえるか。これで？あ、結構もらえますね。へー。60もらえた。もう12時。何か食べに行こう。ここは悪くなさそうだな。昼食の味も期待通りだといいけど。これさ、全員と仲良くするのとても無理ですよね。時間が足りなすぎる。すごい悪い顔したウサギいるけど。サイとか、ちょっと体格いいやつとも仲良くなっておきたいですよね。お酒好きそうなこのパンダと仲良くすれば、アルコールをもらえて火炎瓶を作れるかも。知り合う。あ、集中力が足りない。これかなり集中力少ないから、誰と仲良くするかを見極めないといけませんね。スキルツリーがある。はあはあ、ファイター系。物理で戦う系と、道具を使ったり、ステルス。鍵開けとか、そういうちょっと犯罪チックなやつと、知略。周りをどうにかこうにか動かして自分に有利な感じにしていくって感じですかね。学力は、クラフト系かな？っぽいですね。かなりキャラメイクがしっかりできそう。ポイントは何か行動した時に獲得してたような気がしますね。ギャングがあるんだ。やっぱグループがあるんですね。で、どこに所属するかによっても脱獄ルートは変わってきそうですね。全然話してない動物がたくさん。21日間でしょ？全員と知り合うのは無理だな。あー、どのギャングに属してるか、みんなそれぞれ属してるんだ。そっか。無所属もいるんですね。動物が多い。どの動物が何ができるかっていうのを把握して、脱獄ルートを組み立てていく。あ、これは面白そう。けど、一回目のチャレンジで脱獄できるとはちょっと思えませんけどね。各動物たちの情報を収集しないと。キャラクターの情報はかなり詳しく見ることができますね。ステータス、装備品、ポケット、あ、そんなに多くは、まあ、持てないですよね。ああ、所属、ランク？ギャングでのランクってことかな。名声、振る舞い、スキルは、特定の行動をすれば解放されるやつと、本を読むことで解放されるやつ、あとはスキル、ポイント、コストで解放できるやつっていうのがあるみたいですね。
じゃあこの食堂から出て運動時間、運動しないといけないの？屋外運動時間になった。やっと外の空気が吸える。それにしても広い運動場だな。あ、フェンスにエリア地図があるようだ。とりあえず確認してみよう。これか。刑務所ビル。現在地は食堂の前。バスケットコートと野球場がある。教会。トレーニングエリア。スタンド席。屋外運動時間は1時から6時まで。5時半まで刑務所ビルへは立ち入り禁止。そうなんですね。ずっと外にいなきゃいけないの。屋外運動時間中は刑務所ビルには戻れないのか？まあ、暇つぶしのできる場所も多いから構わないけど。トレーニングエリア、総合ビル、教会まであったのか。一つずつ回ってみよう。ねえ、すごい広いんですね。おい、新入り。それは僕のことか？当たり前だ。お前以外に誰がいるって言うんだ。彼は手に入れた金を持って満足げに去っていった。マジか。カツアゲがあるのか。運が悪かったな。今日はもう面倒な目に遭いませんように。新境地が減った。まあ、そりゃそうだよね。どこに行こうかな。ここがバスケット場。なんかハテナマークがついてる。シャープファングは刑務所の運動場と司法喪失を掌握している。こいつがそのボス、ライオンのアレックスだ。ニュービー、シャープファングとのつながりが欲しいのか？この水牛のビルが調子に乗ってやがるから、なんかしろと。謎の紙袋、濡れ衣を着せる。あ、そういうこと。ビルの部屋にこれをベッドの下に隠してこいと。なるほどね。受けときましょうか。この袋に何が入ってるんだ？彼を痛い目に遭わせるいいものだな。なるほどね。これをギャングクエストを達成していけば仲間に入れて、ゆくゆくは幹部にもなれるかもしれないと。そういうわけか。ギャングによってなんか占領している区域みたいなのがあるみたいなんですね。ここがギャングの一つが仕切っている場所。私はギャングに入ってないので入場料を払いました。で、入ってきたらすごく娯楽がたくさんありますね。ゲームができるところと、ここは図書室、本を読むことができますね。ここで本を読んでスキルを身につけるとなんかいろいろできるようになったりする。特性を覚えられるみたいですね。そしてここは何かを作れるのかな。ここのギャングのボスは割とどうなんだろう、温和そうじゃないですか。どうですか。ここのギャングクエストはお金を貸してるんだ。ローンを返済するように指摘する。なるほどね。このギャングもいいですね。トレーニング施設を使うにはまた別のギャングの許可、使用料とかが必要でした。先ほどの屋外運動場での時間を潰したので電話をやっとかけることができました。でもさっきここに黒ひょうさんがいてですね、またお金を払ってどいてもらいましたね。本当にお金がかかる。で、事務所にかけましょう。弁護士事務所に。つながるといいな。ダイヤル音。こちらリード弁護士事務所です。各種訴訟業務を受けたまわります。僕だ、トーマスだ。トーマス、やっと連絡してくれたか。何かあったのではないかと心配したよ。ここでは電話をかけるのも一苦労だからな。どうだ、訴訟の方は順調か？ああ、ちょうど言おうとしたんだけど、上訴に失敗したんだ。アンジェロが手を回したのか、それとも市長からの圧力があったか、再審が却下された。次に上訴できるのは1ヶ月後になるけど、お前も知っての通り、市長選まであと21日しかない。そうなったら、裁判所が受理してくれたところで、どうにもならないだろう。やっぱりそうなったか。
まあそう落ち込む必要はないよ。いい知らせもあるんだ。いい知らせって？逮捕される前日の夜に匿名の電話を受けたのを覚えてるか？ああ、市長収賄の証拠があるという女の電話だ。この手の電話は毎日のように来るんだ。ほとんどは偽情報を売ろうとしている連中だ。何回も引っかかってお金を騙し取られたのは知ってるよ。けど今回は本当かもしれないんだ。当時約束した待ち合わせ場所を覚えてるか？バロネスというバーだったよな。そこに何かあるのか？私の調べによると、あのバーは確かに市長と関連があった。詳しい話は電話では説明できないから、なんとか会って話さないと。ただ何日か待つ必要があるかもしれない。刑務所に面会を申請したら枠が全部埋まってるらしく、弁護士でも順番を待たなくちゃいけないとのことだ。つくづく運の悪いことだ。お前が焦るのは無理もないな。そうだ、順番に割り込む方法はないか刑務官に聞いてみるのはどうだ？そうだな、ただ待っているより聞いてみる価値はありそうだ。それじゃあお互いできることをしよう。私は引き続き手がかりを探してみる。お前も気をつけるんだぞ。もし本当にあいつらの犯行証拠をつかめるなら、負けを認めるにはまだ早いようだ。さて、次は面会の問題を解決しないと。はあはあ、次々に困難が立ちふさがる。刑務官に詳細を尋ねる。刑務官に話してみよう。面会について。なんだ、面会についての疑問でもあるのか？面会枠が埋まっているため、弁護士でも順番を待たなくてはならないと聞いたのですが。は、弁護士？言っとくが、たとえ森の父がご降臨なさっても、おとなしく順番を待ってもらうぞ。先月、面会に同行した看守に怪我を負わせたクソ野郎がいたのだ。そのせいで、今の面会エリアには倍の看守が配置されているから、利用できる面会室もおのずと減ったのだ。それは、間が悪いですね。ですが、僕は本当に急いで弁護士と会う必要があります。どうにか割り込むことはできませんか？割り込む方法もなくはないが、俺に頼み事を聞いてほしいなら条件がある。条件？この刑務所には3つのギャングがあるのは知ってるな。そのうちの1つがゴリラのカイザーが率いるブラッククローだ。奴の部屋には予備の帳簿が置いてあるはずだ。そこに潜入してそいつを探し出してもらいたい。それさえできれば面会の件は何とかしてやる。直接操作すればいいのでは？貴様に教えてやる義務はない。やるかやらないか、それだけ答えればいいんだ。僕を駒にするつもりだろうか？けど今は他に選択肢はないか。早くリードに会うためにはこいつの権力が必要だ。帳簿は必ず持ってきますよ。結構だ。カイザーの部屋は B205。 楽しみに待っているぞ。へえ。そのカイザーがいない時を狙わないといけませんよね。目的の部屋は B ですね。 B205 だったかな。2階ってこと？あ、多分ここなんですね。行ってみましょう。これ絶対バレそうだけどね。行けっかな。誰かにチクられなければ。ここが B205 だ。早く頼まれたものを探そう。こっそり長い時間探してみたが、帳簿は見つからなかった。机の上にもベッドの下にもない。あとは鍵のかかったロッカーだけ。帳簿はおそらくその中にあるだろうから、なんとか開けないと。ロックピック作らないとですね。なんでこの人上がってきたの？はあ、2階もあったんだ。なんかしてる。あ、この人バクかな。催眠術やってる。娯楽スペース、みんなでテレビ見てますね。はい、自分の部屋に戻ってきた。これは何？トイレできんの？アイテム何か作る。会場ツールだ。ゼムクリップと釘が必要。
これ作んないとですよね。クリップとか釘ってどこで手に入れればいいかわかんないですね。どうしようかな。誰かに話しかける？他の動物たちとの交換で手に入れることができますね。ゼムクリップ、もう何をするにもお金が必要。とりあえずゼムクリップはこの猫から買えますね。いやーマジか。もう夜になってしまったのでね、この時間中にクラフトをしたり体を休めるっていう感じなんですかね。これにて1日目は終了。やっと横になれる。刑務所の冷たいベッドだけど、最近起きたことはまるで嵐のようだ。脅され、罠にはめられ、投獄され、頭がついていかない。だがまだ諦めてはいない。刑務所から反撃してやる。はい、体験版をプレイしていただきありがとうございます。果たしてトーマスは刑務所生活に適応し冤罪を晴らすことができるか、乞うご期待。製品版はさらに内容盛りだくさん、様々なマップ、ミニゲーム、そしてハラハラドキドキの戦闘システムが AE 開発中。まだ体験版では確認できないよっていうコンテンツもあったのでね、そちらは製品版でって感じですね。戦闘システムとか、まあ会話とかはダイスロールでサイコロの出目による感じで、運も結構絡んでくるのかなっていうところでしたね。運の良さっていうのはステータスにも関係してくるのかは分かりませんが、どの動物と仲良くするのか、どんな工作をするのかで、プレイするたびに脱獄計画っていうのは変わってきそうですね。かなり内容盛りだくさんな感じで楽しみです。ゲーム気になってくださった方は動画概要欄のストアページの確認や実際にデモ版をプレイしてみてください。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。